こんにちは、ジミちゃん、ジミーチャンネルです。今日はコロラド州を代表するスキー場の一つ、アスペン。アスペンには4つのスキー場があって、アスペンマウンテン、アスペンハイランド、バターミルク、そしてスローマス、4つのスキー場があるんですけども、今日は町から一番アクセスがいいアスペンマウンテンにお邪魔してます。標高3400メートル、ベースの標高が2400メートル、滑走標高差約1000メートルのスキー場ですね。リフト、マップとか見ると8本って言ってるけども、毎日普通に壊してるリフトは5本ぐらいです。この右側にあるゴンドラで標高差約1000メートル、細かく言うと997メートルなんですけども、それを一気に上げる。はっきり言ってね、アスペンマウンテンっていうのは売上高かどうのこうのっていうスキー場じゃなくて、このアスペンスキー場を持っている一家族が家族、そしてそのお友達がいつ来ても楽しく気持ちよく滑れればそれでいいよという、とても緩い観念の、緩いビジネス観念で経営しているスキー場なので、全然こうわさわさしてないところがいいですね。今日は土曜日なんで結構お客さんが入ってるアスペンマウンテン、はっきり言ってこんだけお客さんが入ってるアスペンマウンテン見るのは初めてなんです。滑走面積は270ヘクタールのアメリカで言えばとてもちっちゃいスキー場です。野沢温泉よりもちっちゃいです。だけどもこのアスペンマウンテンには、俺がいつもよく言うウィンターリゾートに大切な3要素、まず山歩き、その次に人、または文化と言ってもいいでしょう。そして3つ目の箱物、山がねやっぱりいいですね。斜度があって初心者には厳しいスキー場です。初心者コースがないんです。そして2番目に大切な人、文化と言ってもいいんですけども、やっぱり人と文化がしっかりしてますね。アメリカの中でもとても歴史のあるスキー場です。そして3つ目の箱、箱はやっぱり下にいい街があって、それに高級ホテル、または高級コンドミニアムがたくさんある素晴らしい街になってます。とてもいいスキー場なので、皆さん機会があったらぜひ一度来てみてください。それでは皆さん良い一日を。